突然ですが問題です。映画、ピープルズでのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。<Mom. S 1> 聞き取れたでしょうか本日の英熟語、turn in が用いられています。もう一度聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。 いかがだったでしょうか動画の最後にもう一度同じ問題を出題し答えを発表します。このワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介する様々な例文の中にも入れています。今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には 自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります。ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。本日の英熟語は他の映画にも品質します。確認してみましょう。が実際の英会話の中で すするることとがわかると思いますそれもそのはずこれには学術的な裏付けもあります最も頻繁に用いられるアメリカ英語交互表現コーパス分析とそれが示唆するものという論文がありますこれはオクラホマシティ大学の言語学者ディリ,リン・リュー博士による研究です論文の内容はそのタイトルからもわかるとおり統計データに基づき アメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では、最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。turn in が、それらの熟語のうちの一つです。このように、turn in は、言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです。ぜひ、この超品質の英熟語をマスターしてください。早速、 turn in の解説、トレーニングに入りましょう。この動画のコンセプト、構成については概要欄に詳細があります。このチャンネルを初めて見る方はぜひ参考にしてください。本日の英熟語の意味、用法について解説します。turn in には主に以下の4つの意味があります。曲がって中に入る。 提出する。寝る。床につく。返却する。先ほど流した4本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができます。ご覧ください。映画でのワンシーンは喋るのが少し早く感じたかもしれませんね。改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう。 読み上げる文章はそのままで、聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました。音声と一緒に読み上げると、より効果的です。Alright, turn in and stop. そうだ、曲がって中に入って止まれ。But you don't turn in half your homework. しかし、あなたは宿題の半分を提出していない。 Well, we should turn in. まあ、寝るべきだよ。I've got an overdue book to turn in. 返却期限が切れた本を返さないといけないんだ。いかがだったでしょうかマスターするにはまだまだ足りないので、他にオリジナルの例文も用意いたしました。オリジナル例文は合計で4文あります。 早くて理解するのが難しい場合は、一時停止してください。まずは、言葉の意味を把握することが大事でしょう。各例文が2回続けて英語で流れます。真似して発音してみましょう。Turn into the parking lot and you will see the restaurant.Turn into the parking lot and you will see the restaurant. since it was time for a fresh start he turned in his resignation and planned a new career path since it was time for a fresh start he turned in his resignation and planned a new career path 再出発の時期だったので彼は辞表を提出し新たなキャリアの道を計画した彼は明日の朝の会議のために早めに寝床に着くことにした。 ホテルのチェックアウト時にフロントデスクで鍵をご返却ください。これで前半のパートは終わりです。 休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります徹底トレーニングはこれまで学んだ8の例文を用いながら英語を日本語に翻訳する英日翻訳日本語を英語に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます 負荷の高いトレーニングですが、それだけに効果抜群です。何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます。諦めずに頑張りましょう。ステップ1では、今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます。英文が流れた後にすぐに日本語に翻訳してください。では、始めます。Alright. Turn in and stop. そうだ、曲がって中に入って止まれ。But you don't turn in half your homework. しかし、あなたは宿題の半分を提出していない。Well, we should turn in. まあ、寝るべきだよ。I've got an overdue book to turn in. 返却期限が切れた本を返さないといけないんだ。Turn into the parking lot and you will see the restaurant. 駐車場にに曲ががって中に入ると、レストランが見えます。最出発の時期だったので彼は辞表を提出し新たなキャリアの道を計画した。 彼は明日の朝の会議のために早めに寝床に着くことにした。Turn in your keys at the front desk when you check out of the hotel. ホテルのチェックアウト時にフロントデスクで鍵をご返却ください。以上で、ステップ1は終了です。ステップ2では、瞬間英作文を行います。今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるので、それを即座に英語に翻訳しましょう。英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません。 一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、あと一息粘り強く頑張りましょう。では、始めます。そうだ、曲がって中に入って止まれ。Alright, turn in and stop. しかし、あなたは宿題の半分を提出していない。But you don't turn in half your homework. まあ、寝るべきだよ。Well, we should turn in. 返却期限が切れた本を返さないといけないんだ駐車場に曲がって中に入ると、レストランが見えます。 再出発の時期だったので、彼は辞表を提出し、新たなキャリアの道を計画した。 彼は明日の朝の会議のために早めに寝床に着くことにした。 He decided to turn in early for the meeting in the morning. Turn in your keys at the front desk when you check out of the hotel. お疲れ様でした。徹底トレーニング終了です。負荷のかかるトレーニングでしたから、その分英語力もアップしたはずです。では、最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思います。まずは、最初と同様に英語を聞き取ってください。<Mom. S 1> では、 字幕付きの答えを流します <Mom. S 1> 答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしましたご確認ください 私たちみんなすぐ寝て朝に気持ちよくスタートすべきだと思ういかがだったでしょうか本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです聞き取れるまで挑戦してみましょう本日の動画は以上となりますこの動画が良かったと思ったら高評価チャンネル登録をお願いいたします